まあ1点残念な点があったとしたら、新曲のグレイス、あのね、許可してくれたのは、撮影許可してくれたのはとっても嬉しかったんですけど、はい、多文化チャンネルのルリオです。今日はですね、先日行われました藤井風さんのスタジアムライブのセットリスト後編について1曲ずつ全曲解説していきたいなと思います。このチャンネルでは藤井風さんを中心に取り扱いをしています音楽のチャンネルとなっております。先日、チャンネル登録者数1万人を超えさせていただきました。引き続き、頑張っていきたいなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、昨日ですかね、藤井風さんのですね、10月15日16日に行われました、スタジアムライブのセットリストの前半、1曲目なんなんから9曲目さよならベイベーまで全曲こうレポートをさせていただきました。でその動画まだ見てない方はそちらからご覧ください。概要欄にリンク貼っておきますのでご覧ください。で今日はですね、まあ、ロンリーラプソティ10曲目から17曲目最後の旅路まででもですね、あのお話1曲ずつお話ししていきたいなと思っておりますので、早速、行ってみましょう。10曲目、ロンリーラプソティですね。でここから、9曲目がさよならベイビーで、ちょっとこうね、あの楽しい曲だったんですけども、ロンリーラプソティはちょっとねしっとりした曲でしたので、まあ、ここで風さん座っていいよって言ってくださったのかなと覚えて、記憶が正しければ覚えております。でロンリーラプソティは風さんの弾き語りだったんですけども、最初ね罪の香りのイントロで、お罪の香りかなと思わせといてのロンリーラプソティでした。で風さんの後ろのところに映像があったんですけど、そこがですね、ロンリーラプソティっていう T シャツあったじゃないですか。あそこの木、あそこに映ってた木のような感じの映像があって、こうすごくね演出シンプルだったんですけども、まあライティングも全部照明落ちて、で風さんが演奏してる姿見えるように、まあ、左右からライトがあったんですけど、それくらいで、あとは後ろに木みたいな感じで、今までちょっとね楽しくやってたライブ、楽しくやってたこう盛り上がってたライブとは違って、こう風さんの原点であるピアノみたいなところにフォーカスをして、演出もシンプルなんだけどすごく美しいものでした。で感想かな、感想でスーハータイム、前回ライブ参加された方は特にないであったんですけども、綺麗なもんだけ吸ってネガティブなもん吐き出してということで、一緒に呼吸しましょうということで、はあ、スーハーしてました。で会場全体、僕結構後ろの方だったんで、スーハースーハーでこうちょっとね体が揺れるところとかも見れて、とても面白いというか、いい風景だったなと思います。でまあ、今までのライブだとこうやっぱり屋内だったので開放感っていうところはそこまでなかったんですけど、今回のライブも上はねとてもこう当たり前なんですけどスタジアムなんで抜けてて空が見える状態で、で日も落ちてねいい感じの時期だったので、すごく開放感ある中でこうスーハーできたのはすごく良かったなと、気持ち良かったなっていうふうに思っております。続いて11曲目それではですね、ここもねロンリーラプソディからの流れがすごく素敵で、本当に風さんのなんて言うんですか、落ち着いた曲の流れがとても良かったですね。でさっきお話ししたんですけど、こう後ろにね木があったっていうところが映像なんですけどあったっていう話をしてたんですけど、まあ、木がねこの木が変化していくっていうのがっていう演出があってですね、木が育っていて育っていくっていう映像の変化がありました。で色が変化していったりだとか、あとは木からこう枝がね出てきて葉っぱが出てきたりだとか、とてもねこうなんていうんですか、ここの2曲はですねシンプルなんだけど
本当に風さん の, あのピアノの音色と声を聞かすっていうもうパートだったんじゃないかなっていうふうに思ってて、このパートはね本当に楽しいというか心があのほっこりあのしましたね。続いて12曲目、青春病。青春病はですね、まあ、シングルバージョンとラサバージョンがあると思うんですけども、ラサバージョンでした。まあ、今回ラボールサーボールっていう名前がね、あのスタジアムライブの名前にもついてるので、まあ、ラサバージョンでした。で最初のねあのラサバージョンだとトゥルルルンっていう、僕はあんまうまく言えないんですけど、イントロというか、演奏があって、そこもね風さんがこうピロロロンやって、で、その後多分その一節だけあって、後ろに戻っていって、一緒にダンサーの人とダンサーが加わって青春病をやってたんじゃないかなっていうふうに思います。で後半のねこの野ざらしダンスも一緒にやりましたよ。めっちゃ楽しいですね。で、まあ、ここからちょっとね、それではから青春病になるにつれてちょっとねもう一回ライブの雰囲気が変わるところだったのじゃだった曲なのかなっていうふうに思っております。で続いてですね13曲目、死ぬのがいいわですね。死ぬのがいいわのこの前にちょっとね精神病の話になっちゃうんですけど、精神病の最後のところ、風さんが歌い切ってからバーッとね後ろにかけていってですね、4人のバンドメンバーの方がこう演奏を続けて、こう歌はないんですけどそのメロディーが続いてて、何かなって思ったんですけど、風さん着替えてたみたいですね。でいやもしかしたら後ろから出てくるんじゃないか、こっちから出てくるんじゃないか、こっちから出てくるんじゃないかって僕はキョロキョロしてたんですけど、風さんなんとですねこうサックスを持って一番最初のなんなんで出てきたところセリのところからですねサックスを持って登場、されました。すごくかっこよかったですね。で死ぬのがいいわはですねこうもうねガーデンと同じくですね別撮りの、MV というか風さんの映像がここの後ろのバックの映像に流れててですね、それが結構モノクロでですねこうリップシーンっていうんですか、歌詞に合わせてこう口をパクパク歌ってるあのシーンがありまして、結構ね怖いって言ったらあれなんですけど、こう今までの優しい風さんじゃないあの雰囲気というか、あの海外のライブの演出感がありましたね。でそのねこう雰囲気とかもやっぱりこう死ぬのがいいわがこう海外の TikTok とかでバズったっていう影響もあって、ちょっとそういったねあの雰囲気もできるんだよみたいなところを見せてくれたのかなとかっていうふうには思っております。次14曲目、こっからねテンションぶち上がっていきますよ。14曲目燃えよですね。燃えよはですね燃えよのところのドゥルルで炎がポンポン燃えてましたね。さっき一番最初の方のなんだっけ、ヘでもねえよヘでもねえよでも火吹いてたので、まあ燃えよこそね題名の通り燃えてました。で僕はちょっとね咳が離れてたので 火の感じは体感はできなかったんですけど、アリーナの方とかはとても熱かったようですね。でダンサーさんもね出てきて一緒にダンスされてました。で以前ヒートツアーの時かな、千手観音があったと思うんですけど、こういう手がいっぱい横に出てくるやつね、それはねなかったです。なんか違うダンスをしてたのかなっていうふうに思います。で、前回の模様と一緒だったのはキーショルダー、このギター型のピアノみたいなやつをこう最後ね風さんがソロで演奏して決めるっていうところがありましたね。めっちゃかっこよかったですね。燃えよとかやっぱいいですよね。ライブで映えるなっていうふうにやっぱ思いますね。縦乗りでいいですよね。で続いてキラリですね。この僕の記憶が正しかったら燃えよとキラリの間に結構ね
あのメロディーが流れて何の曲だ何の曲、メロディーって言ってもキラリのメロディーじゃないんですけど、こう感想みたいなのがあって何の曲だってなって、キラリの歌い出し、キラリの歌い出しがイントロないのでいきなりね、あれ来るのところから始まって、あ来たーって、やっと来たなって感じですね。でヒートツアーだとキラリ結構ね、序盤にやってたんですけど、今回後半にやってくれたので、僕はね後半にやってほしいですね、キラリは。なんとなくで嬉しかったですので、で、感想はですね、あの代々木の時と一緒で、スイタースイタースイタースタジアムって言ってましたね。でまあ大阪の人からするとスイターって聞くと、僕はすごい JR スイタとかを、あの電車のアナウンスを思い出しました。代々木って、代々木駅ってあるのかな、ないですよね、原宿ですよね。なのですごいあのちょっと面白かったですね。でこれはまあ、 あのいつものごとくダンサーと、キラリダンスしてました。うん、次16曲目、祭りですね。これもねダンスがとてもね印象的なやつだと思うんですけど、曲だと思うんですけど、あのホールツアーとかでは一緒にこう踊りましょう、ううああいって踊りましょうってあったんです。逆かもしれないですけどね、ありましたけど、今回なくて、もう一緒に踊ろうぜ、もう知ってるでしょみたいな、何も MC とかなかったですけどっていう感じで、あの連続してありました。うん、で最後終盤の方にですね、なんと花火が打ち上がったんですよね。本当に良かったです、花火最高で、まあ後ろの映像も花火で、こう風さんもねだんだんこう高い位置に動いていってた、セリ台に乗ってかな、階段のところに乗ってかな、高い位置になっていて、まあ風さんからはね、あの風さんの後ろで花火が上がってたので見れなかったと思うんですけど、まあ映像を見て風さんもどんな感じかっていうのを分かってくれてるんじゃないでしょうか。本当にね花火綺麗かったです。僕も今年花火見てなかったんで、はい、この風さんの秋祭りで見れてよかったなと思っております。続いて17曲目、旅路、最後の曲ですね。でこの曲の前にちょっと MC というか風さんがお話ししてて、花火あげたけど次の曲がラストですっていうことと、まあ頑張って生き続けましょうみたいな、生きて生きましょうみたいな話があった気がするんですけど、僕ねこの旅路めっちゃ感動して泣いちゃって、コンタクトで言ってたんですけど、コンタクト取れたっていうのしかちょっと記憶にないです。でもね本当に感動した。あのこうね、死ぬのがいいは、まあ、精神病ぐらいからこう上がってきて、ライブの雰囲気がね、で最後こう旅路で落としてくるっていうのはやっぱね風さんのライブだなっていう風にとても思いました。で本当に良かったです。で旅路の後こう、グレイスの、 あのボーカルなしバージョンがかかってですね、会場全体を風さんが走り回って、本当にねあのこうオーディエンスにねあの挨拶をしてくれました。で最後ねエアハグをしてました。エアハグ皆さん大好き、エアハグをしててすごくね感動しましたね。うん、てな感じです。17曲、はい、まあ17曲のお話は終わったんですけども、全体的な感想としてはもう風さんやりたいことを やりきっただろうなみたいな感じに思いましたね。ダンサーも以前より増えてたし、なんかアレンジする優しさとか、帰ろうとかもあったし、あのダンスの曲もちょっとずつ増えてきてるし、まあ、サックスも吹いてるし、まあ、やりたいことをやってるなーって感じですごく思いました。まあ、1点残念な点があったとしたら、新曲のグレイス、あのね許可してくれたのは、撮影許可してくれたのはとっても嬉しかったんですけど、一緒にこれしたかったなっていう、会場全体でね。なので最後もう一回グレイス歌ってくれたらとかね、ちょっとわがままを言うんですけど思ってました。ただね風さんの喉の調子とかもあるし、まあ、次の、まあ、僕はあのデイ1に行ったのでデイ2もあったので、まあそういったところの、まあ、時間の関係とかもあって今回の構成になったと思うんですけど、もうね楽しませてもらいました。僕ね朝
6時起きとかだったんですよね。あの物販とか行きた、物販というかサーボールエリアに行きたかったので。でもね、本当に最後まで楽しませてもらったなっていう、もう朝から晩まで楽しませてもらったなっていうのが、あのライブだけじゃなくて、そのライブの前からの、感想になります。ちょっとつたない感想で申し訳なかったんですけども、あの皆さんはどうでしたか？参加された方とかね、ぜひもしね、なんか2日目を特に僕見たわけじゃないので、なんか1日目と瀬戸には一緒だと思うんですけど、まあ、こんなとこ違ったよとかっていうのがあればですね、ぜひコメント欄で教えてください。でまあお留守番組の方でね、もっとここ知りたいみたいなとこがあれば、あのコメントくれたら僕も答えれたらいいんですけど、あの皆さんがちょっと補足してくれるところもあるかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。てなわけで、以上、風さんの、ラボールソアボールスタジアムライブの全曲レポとなります。で特にねグレイスはですね、このチャンネルの、でも投稿撮影して投稿しておりますので、その概要の、あ、そのリンク概要欄に貼っときますので、あの雰囲気楽しんでいただければなと思っております。てな感じで、もしねあのこの動画気に入ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録、通知オンのほどよろしくお願いします。明日以降はですね、なんかこうあの風さんのライブの会場の雰囲気が分かるような動画を出していこうかなと思っておりますので、あの楽しみにしておいてください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。